今夜は僕のセクシーポーズ。相当やばいっす。今夜も寝かさ、内藤いなくなっちゃった俺。ちっちゃい、ちっちゃい。MC のカズさんがね、そう不在という中ですけど、まあ今夜もね、ネカさんナイトイエーイやってきました。まあね、あの今日は、まあ、あのゲスト、あの、まあ、ニコ生の AD のね、あの高台さんと、あと名前なんかぶっとるよ、名前なんだっけ。ちょ、自己紹介していいですか。全国の姫様、声ちっちゃいな。自己紹介しちゃっていいですか。はい、あさめです。よーじゃーい。聞こえなかった今。聞こえなかった。聞こえなかった、うん、マジ声実際って聞きとけんね。え、ちょっとじゃあやめとけ。アンコールと、あと、あの、マサト部長です。よーじゃーちょっと、まあ、あの、なんでここ3人がちょっと固まってるかというと、まあ、緊急報告で何僕ら3人昇格しました。よーい。いや、こういうことで、クルリンパ、はい、マジで場所取りすぎ。僕がちょっともうちょっとこうしてくんない。主任に昇格しました。イエーイ。バーイ取りすぎ、でかい。で、で、翼さんが、翼さんが翼試合人に昇格しました。で、お次はマサト部長に昇格しました。クルリンパ、よしい。で、まあまあ、あの、ここでね、あの、一言意気込み言っていきたいと思うんですけど、じゃあまず僕から言ってみたいと思います。はい、ずるいね、ずるい人、ずるいね、腹黒いね。待って待って、このパターンは3-3-2-1-1。官房さんから主任に昇格しました、明井優斗です。よいしょ。あの、まあね、あの、まだまだ未熟な僕ですけど、まあこれから、あの、後輩にね、背中見せていけるように頑張ります。イエイ。よいしょ。じゃあ次これからお店支配してきます。よいしょ。よいしょ。よし、支配人、翼支配人。はい、女の財布は俺の金、マサトです。クルリンパ。よいしょ。ちょっと何言ってるかわかんないけどね、帰れ、いきます。帰れ。じゃあコメント拾って。むしろ来た。コメント、カズ死んだ。カズ死んだ。お前でかくね。ほんと、マジで。右の人の名前聞き取れなかったまま。右の人は、あの、ゆうとです。ジンさ、寝かさないの文字がめっちゃ浮いてきて、もうかかぶってる。 あれ幽霊みたいになってる。幽霊ですか。もう3人バラバラ、 LINE の。あ、別に。じゃあ乾杯しましょう、とりあえずね。乾杯しましょう。そいつはどうかな。じゃあ、あの、3人の昇格祝いに乾杯。1人グラス持ってないから、ね、いや、このグラスの値段がムカつくわ。何これ。お酒いらない、お酒いらない、お酒。あ、最高。マークめっちゃこぼしてるね。これそれでタンク上げるタイプ。こ、いや、ここないよ。いや、でもここで俺今日、あの、マサト部長からぜひやりたいことがあるっていう。いいよ。企画があるっていうことで、お願いします。企画こちら用意しました、どうぞ。よいしょー。何回、何回。あの、テーマは、じゃあ待って、一個言っていい。コメント全然表示されないと、今夜。あれあれ、あっちだ。なんで？あっちにあっちに。目は、高台の隣名前ないよ。一回コメント。コメントも一回コメント。サムでーす。ほら、サングラスかけてるやつ。誰？サングラスかけてるやつ。サングラスかけてる。誰？そのサムじゃない。高台の隣名前ないやつ。ほらほら。ジンじゃない？ああ。それでも今日さんまです。今日はねーな。マジで一個だけなのか、これを見てるカズがね、やっぱ俺がおらんとあかんなって思われるのはすごい嫌だから、はいはい、ちゃんとしよう、ちゃんとしよう、集中しよう、集中。じゃあ急遽 MC 変わりまして、つばさー。なんで俺だ。やっぱ試合人だから。この場で主任、主任、お願いします、主任。あ、まあじゃあ
じゃあいきなりじゃあフリーな感じでいきますじゃあ。はいはいはい、フリーでいきましょう。じゃあどこ今の感じの流れ何？俺の方が顔ちっちゃい。俺の顔どんだけお前らどんだけ演技を使ってるの本当に。いやまあじゃあ、まあ、僕たちじゃあ昇格 3人組がいて、はいはいはい、じゃああの君たち降格3人組降格3人組そう3人組ってどの3人組だったのどの3人組だったの1人見えてる1人あの増えてるからやばいその辺おるお化けがいるね俺の顔ちっちゃいイエーじゃあでもさこのニコ生に出るということはさそれなりになんか持ってきたんでしょ今日ジンとか特になんかちょっと、はい、じゃあそれなんかこれやりたいなとかないのあるやっぱ持ってきたでしょ。持ってきたね、クイズ大会。じゃあ お題考えてきてるってことでしょ。当たり前じゃないですか。クイズ大会ってことは当たり前じゃないですか。おお。いや持ってないと見たからこの目の放送。ええマジで。もともとそれはもともと。マジで。えじゃああれやろ日本人の3割しか知らない雑学。お。一本。俺めちゃくちゃ得意っすよ部長っぽいっすね俺止まんないもん俺ら止まんない雑学クイズじゃあちょっといいかなお手本くださいお手本あ、いいっすかじゃあお手本はいはいパンパンじゃあちゃんと答えてねはいちゃんとおーそれいいじゃあ渋谷にある109の由来は何でしょうピンポーンはい東急なあなあなあブーあれじゃあだけ10月9日にできたお店ブーピンポン、はい、ギャルのパンティブーピンポン全然ギャルのパンティ関係ないウーロンピンポンジジイのパンツうわ一番ないわ一番ないギャルのパンティやったら喜んでやけど本当ジジイのパンツはないわ今日ちょうどテキーラ持ってきたんだよねおーテキーラまだ早いそれはまだ早いやばいじゃあ正解は109が10時から9時までよいしょなんか割と惜しかったニアピンニアピン惜しいけど俺めっちゃ惜しいリアルは10時からそれ昔のセブンイレブンみたいなもんねあセブンイレブンそうなんですねみたいな感じで、もうあのまあなんかある人から言ってこうなるほどね8日がまあちょっとね急だから多分みんなお酒も入ってるし酔っ払ってると思うけどまあとりあえずもう何個も持ってるとりあえず部長からまあ部長からそうですねその間考えといてみんな俺多分ねあのニコ生が次の人が主演する合間も入っちゃうんでそれぐらい長いけどあもう全然そんぐらいでいいっすね OK じゃあね行こうあやべ俺 ID 変わったんだ実はピリン実は火星の周期というのは確かね25時間で人間の周期は24時間でしょって言われてるけど実は人間の体内は25時間周期そして火星も25時間周期とで、地球は24でしょ難しい、これがどういうことだと今地球はオゾンでいろんな破壊されて、環境破壊もされて今ね、火星に行こうとする活動が始まってるわけですよね朝日火星惜しい惜しい惜しいじゃないんだけど、そうちょっと、これ、止まないかと思ったで、人間は今火星で移動しようとしてるとで、そして、ゴキブリ、今日ゴキブリ休みだからやめいないから、ジョージいないから人間の体内と、火星の周期が同じってことは今後火星に移動するで、まだ今ね、-197 とかね全然住めないんだけど火星と人間の体内が同じことはもともと人間は火星にいたんじゃないかで、火星で地球、今の地球と同じように森林伐採や、環境汚染をしてきて、はい、そこから地球に移動しようとで、やってきてっていうこといや分かる火星と、人間の周期が同じだから人間は同じことを繰り返そうとしているはい次、はい、次誰かいますさすが部長さすが部長長い いやまだある UFO もある UFO も何すかそれ UFO UFO ってあるでしょこれも長いっすか長いこれ長いさすが部長いやいやじゃあ短めにいくわ短め人間って頭人間って今スマートフォンとかねあのいろんな今機械に頼りすぎて今後いろいろ自動化されてるわけでそうすると脳を使わなくなって今の宇宙人の姿あるでしょ、頭がでかくて目がピューンってあれって人間って今後頭を使わなくなると脳がでかくなってあれって頭がでかくなるらしいだから、UFO に乗ってる宇宙人あれは将来の未来の人間であってであの UFO っていうのは未来のタイムマシンでだからいろんなね大震災とかいろんなものにこう来て見に来て要はタイムマシンは実はできてるわけ
ドラえもん。で今過去に、過去に戻れる技術はあるらしい。ドラえもんタイムマシンちょうだい。信じるか信じないのかはあなた次第。もうクイズじゃなくなってる。もうはいはい、ジンドラえもん。はい、お題は変わりまして、ゾッとする話。ああめちゃくちゃ変わるやん。ゾッとする話。日本人の3割しか知らないゾッとする話。めちゃくちゃやん。ドラえもんゾッとする話。俺のゾッとする話聞きたい人。じゃあね、どうぞどうぞ。はい、はい、ヤンバルクイナってどこで寝るか知ってます？はい、木の上。一発で当てんな。あ、当たりかよ当たりかよ。本当に。いや、用意しピンポーン。空気読め。まあ、なんで当てていいじゃないですか。もうゆうとさんだね。ダメなんですか。だんだん半分で切れてる画面の。画面。ヤンバルクイナってあのね、あの実は飛べないけど、もうあの爪が強いっていう。で走った勢いで木に登るみたいな。それで寝てるみたいな。じゃあ1曲お願いします。ヤンバルクイナの1曲。はい、3、2、1。はい、ヤンバルクイナは飛んだんだでもあれはそんなにもう多分絶対タイミング間違えたし、はい、ゾッとする話ね。もう今のが一番びっくりしたわ。もともと出してたんだけど、今のゾッとしたタイムラグでちょっと遅れちゃった。見て、コメントがね、世界不思議発見出てこい。グレイタイプであるわけね。未来の人間。月刊ムーン。未来の人間ね。そうかい。わらわらわら。21年もわらわらわら。じゃあ何月刊ムーンって何なの。月刊ムーンって何なの。月刊ムーン。月刊ムーン。その代表は出し出してないぞ、ムーンは。月刊ムーン。そっちのムーンね。月刊ムーンは出してないぞ、ムーンね。月刊ムーンは。アイムーンは。ヤンバルクーナー、ユートン家にいるんだっけ。いや。ないかーい。それ全校コースをやめて俺捕まるやん。ちなみにゆうつさんちはマジでカモ飼ってますから。カモじゃん、アヒル。アヒルね、アヒル。はいはいはい。12匹。もう人からしたら飼わないよ。もう大体あのちなみにゆうつさんち北京ダックダックスンドって普通室内犬じゃないですか。うんうん。ゆうつさんち行ったらダックスンドが庭の草むからできますから。絶対絶対だね。絶対だね。でも台風の時はさすがに家に入れるよ。ああ。本物の玄関。玄関。あ、じゃあね、地震について話そうか。いい、本当にもう。今ね、日本の深海を掘ろうとしている地球、ひらがなで地球っていう。お願い、お願い。ジン、ちょっとレッドカード出して。もう、大丈夫。ヘビーだよ。喋っていいよってことで。フラッシュコースね。まあ、日本のほら、東日本大震災っていうのは、ハープっていうね、アメリカにあるね、地震のね、人工地震を起こすっていうものが言われてるんだけど、まあ、それはまあ定かではない。まあ、それは一旦置いといて、はい。はい、多分これで視聴者200人減りました。よーよー。やるよー。急に。よいしょじゃない。急に。大月教授知ってる人。大月教授知らないかみんな。ヤンバルクイナって食べれるんですか。お願い、今コメントがある。お前はする飯か、ほんとにもう。いやもうね、カズ飯か。カズ早く帰ってきて。ヤンバルクイナって何でも飛んでれば食うか。羽がない分飛んでるもん。足のお肉がすごい。もうもう言ってるもん。ブーブー言ってるもん。全部食うか、ほんとに。みんな食べ物ばっか。でね、地球オーナー。今ほんとにリアルに日本海で地球っていうやつが深海を掘って、地層を調べるやつがあれが実は地震を起こしてるじゃないかって話なんですよ、本当にね。ちょっとな長いっすけど。ちょっと長い。じゃあこのタイムに一回 CM 入れますか。お願いします。ペイイエー
い、はい、なんだこれ。いいよいいよ、今日はニコ生見てくれてありがとう姫様。まるで俺は会話繰り出すシコ玉でも今日はシコシコやるぜエロ動画にょよいしょ。放送禁止、はい、まあまあ本当はあの後半マサト部長のラップでジンと対決の試合見ようかなと思ったけど、はい、そう俺はでもラップは本当に俺は負ける、うん。で、何なら勝てんの急に、あの指名で指名で渋谷の何なら勝てるんだろうな。何なら勝てるんだろうな。やめろ、そんな初リピートの音が。あそれは、それはヤンバルクイナいるじゃんって。エロ動画、ヤンバルクイナいるじゃん。かわいい。なんでこれバックヤンバルクイナかわいい。いや、やっぱ空気読んでくれたのかな。うまいね、めちゃくちゃかわいい。え、こんな感じなんすね、ヤンバルクイナ。俺いつ、あ、知らなかった。俺見たことない、ね、で、沖縄に、あの、西表山猫っているんですよ。中1の頃、おじいちゃんに連れられて山行って、うん、で、あれ、西表山猫って言われた猫が普通のその辺の野良猫と一緒、区別がつかない。まあ、どうやって区別つけるんですかね。だどこでもいるじゃん、結局。あ、そんないるんすね。いや、今考えれば、おじいちゃん、嘘かなと思って。じゃあ、そこでちょっと一句お願いします。高台さん、うん、入り表どこにいるから入り表。はい、行きましょう、参りましょう。次陣からの陣、カズ戻ってきて陣、あの、いや次陣、七五三、七五三じゃない、沖縄の、沖縄に絞らなくてもいい、沖縄のレアキャラはゆうとさん。入り表左を見ればイベリコだ。おお。てかこれ無茶振りがすごくないですか、ちょっと。なんかまた変わってる、これ山手猫変わってる、あのバックは。あ、その辺にいるでしょこれ猫。もういや確かにこれ野良猫じゃないの。新宿にもいっぱいいるわ。数いないとこうなるのか。そう。いやいなくても盛り上がってるからね。たまには猫、ね、自由なフリータイム。あるでしょ。いや今日はね、あのリオっていう、なんだろう、人々を知ってもらいたいなと思って、まあフリートークプラス、なんだろう、あ、この人ってどういう性格なんだって、はいはいはい、あと、あの、まあ視聴者の方から、なんだ、あ、この人ってどういう人なんだとか、まあ質問あったり。あ、じゃあ一番誰のことを知りたいか、まずコメントしてもらってね。やっぱね、あの、みんなが好きなね、大好きなホストクラブのフリータイムと同じように俺らの時間もフリータイムだから、やっぱりたまにはね、君たちに向ける時間もフリータイム。放送時間はあと15分だから教えてほしい、3サイズね。決まった。それは危ない。ケミストリープロテイン取ってるって言われてる。そうだね、プロテインだね。プロテインだ。そう、ここからだね。やっぱね、なんか後半からなんかやっぱこう喋ってたよね。あの、マー君って一体どんな人なのかなってなるよね。まあ、でもほら、スリーサイズをフリースタイルで聞こうって聞いてます。あ、いいじゃん。あ、372番、後で LINE ちょっと送ってきて。あの、郵送でお金渡すんで、ちょっとあの、ね、一緒に語り合おう。郵送で渡す番号を送るんで、あの、僕の送金で送るんで。さっき言った、それ。え、逆にあれやりたいよね、あの、この中で誰が一番最初に LINE 来るか。378番、食いついてきてる。LINE しようかって。LINE して。言ったら俺ずっと LINE して。ニコ生出てんのに1個も来ないから。俺だって ID 違うもん、あれ。変わったもん俺。じゃあそれはもう申請不足。そう。だからこれは、これは自分で言わないと。これがもし、これがもし税金だったら終わってるよ。税金だったら。あの、ニコ生という区役所だから、ここは。でも俺、あれっすよ、姫様たちと一心練習してるんで。じゃあそれをちょっと、ちょっと。僕は安らぎは誰も歌っていない。でも、ジ、あの、カラオケ行ったらめちゃくちゃ歌うまいよ、ほんとに。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。びっくりするから、ほんとに。いやいや、もうほんと。マイク持ってこようか。マイク、あれ。まさかそんな言うの。あれ、あるわけないです。まさかあるよ、マイクがね。え、LINE こう来てないですから、でも。今、これ、スタートしてますからね。誰に最初に LINE が来るか。売りかけが振り込まれた。売り込まれた。ナイス、売りかけ。成功。売りかけ振り込まれた。売りかけ成功。リアルすぎる。みんな早く LINE 送って。396やかましいぜ。ジンに LINE できないよ。そう、ごめん、できないんだろ、これ補足からね、してないでしょ、君、ほんとに。番号検索してってアピールすればいいやん。あ、でもね、これね、これなんだっけ、昔してさらされたこと。自分の LINE の ID がわからない。だいたい LINE 追加したらうざい LINE。
オスオスも同じだったけどしか来ない。あ、これね、RYO の前に0629つけたらね、これでこうやったら。オスオスも同じだって言われてるやつ。そう、ホスソースも変え、ホスソースも変えてない。あ、じゃあ、指名いるから LINE できないもんやつ。指名いるから LINE できない。指名いるから LINE できない。誰かいるから指名、ここに。指名爆弾になってもいいなら。いやそれはそれはダメ、それはあかんな。それはコーダが金払うからもいいんじゃない。俺かい、俺が払うんかい。ほら、ほら、これ売ってこい、ほら、する。お肉、お肉、お肉。いや、ちゃんと貯金してるから。貯金してるからね、下ろして。いつその貯金はたくときは。じゃあどうですか、そろそろ貯金はたく。校内のファッションコーディネートコーナー、イエーイ。あ、誰のファッションが一番好きかみたいなやつやりますね。そうですね、ファッション。じゃあお店で、あの校内君、この冬にちなんで珍しい、あ、ちょっとアンケート取りたいね。どの男性の、このじゃあ一つこう立ちましょうよ、校内ごとに。あ、じゃあ5秒、3秒アピールタイム。あ、いいっすね。うわ、楽しい。いいから、みんなで一回で はけなくていいですか。いやいや、もうパッと、そうそう、これそうだ。いやいや、もう時間ない。そう、時間がない。あ、なんかすいません、かぶりすぎるって、あの、かぶりがつらい、かぶりがつらい。ジン、どこ行った、ジン、ジン、ジンでーす。いや、猫とはからなかったわ。はい、はい、終わり。はい、はい、よいしょ。じゃあ次、待ってるぜ。次、コウダイ。これ、コウダイ僕でしょ、やっぱ可愛くないですか、ミット。インディアンマテイ、インディアンマテイ、腹へこまるぞ。あ、これアンケート取っといてください。誰がいいのか。痩せろだって、こうだ、痩せろ。痩せろは何も言えない。もうこれ自由でいいかな、とりあえず。おわ、かっこいい。自由すぎる、もう。はい、かっこいい。翼さんは、翼さんは、はい、皆さんお待ちかね、翼主任支配に。いや、絶対俺でしょ。俺はこのままなんだよ、大丈夫です、このまま。絶対俺でしょ。え、絶対、あれでしょ、何これ。わー、かっこいいな。やっぱかっこいい。もうね、406番から408番7番まで。あ、もう出ました、アンケート。あ、すごい、仕事が早い。失礼します。はいはいはい、いいよ。プルピシーン、スマスアンライツですかね。翼を桜呼んでる。なやそ、いつめんやろ、そんなおもろだよ。いい、桜はもう本当に桜ばっか、もう。いや、やっぱ俺らっす。なんやそれ。え、またニコ生の視聴者にお金払ってる、これ見て。あー、ま、お金でかい。あ、またお金。おもんねーわ、ほんと。おもんねーわ。すごい、もうなんか赤帽子があってる。おもんねーな。あ、これ多分あの向こうの方なんで。あー、いやー、まさかちょっと、いや、一番やりにくい結果になっちゃったけど、ね、おもんな。何これ、結局汚いな、ほら、自由で痩せろ、何も痩せろって、すいませんこれ。なんか一人ぐらいゼロパーいるかなと思ったけど、これね、フェイディ、まだ、あの、5人中3人ゼロパーはね。これね、フェイディは偽物なんですよ。偽物じゃないわ。あの、偽物じゃないわ。落としに来る、落としに来るね。部長のクソ好きだよ。部長のクソ好きだよ。じゃあ、じゃあ投票してよ。ゼロだったっすよね。ゼロやった、ゼロやった。コウダイ今日からランニングで来た。部長のクソ好きだった、ほら。だから今言って、言って、今言った。だから投票してよって。じじいだから耳遠いよ今日。絶対今日あの部長この後あの酔っ払ってっから、あの何か食べたいとか言ったら、あの、なんか連れてくれるよ。いや、馬刺し食べたい。おぉ、あと餃子、餃子と馬刺し、さっき食べてきました。うぅ、馬刺しも食ったんですか。馬刺しも食った、うまい。馬刺しいな。馬刺し俺は0票だったんで、この後も焼き酒しましょう。やっぱリオってうまい。焼き酒やっぱ大事ですね。馬刺しを食わないと家に帰れない儀式があるの。絶対毎日食ってますよ、馬式。ちなみに僕のパンツは毎日ラルフローレン。これ見せてみて。え、今日違うかもしれない。はい、みんな見たいでしょ、これ見たい。集まる、見たい。カズがいない中、ストレス上げるなら、このパンツしかない。パンツを出してね、もう見える。ラルフローレン。じゃあちゃんとパンツ、あの、馬なんで、そこまで、あの、そこまで見たくないから。見してよ。馬好きだし、赤好きなんで、あの、あれなんで、あれなんで、ラルフローレンのね。でも、あの、3日間同じって馬並みって言われてます。バカ、それ内緒。いや、千秋がいたらな。いや、千秋はダメ、あのあれはずるいっすね。あれはちびちゃんのフェンディ。て、俺のちびちゃんが誰。ちびちゃんのフェンディ可愛い。偽物よ。誰だ、ちびちゃん。違う、ちゃんとした、いろいろ高かった、高かった。なんかね、今日バースデーの時の T シャツ着るんだなと思ったんですけど。やめて、本当に。
猫と目があった、それは目合うわね。お腹空いてきたな、怖いわね。目合う、ずーっと。お腹空いてきたなって、コウダイ打ったろ。お前かもう、バレたか、俺の気持ちが、もう。なんか、みんなでタコパとかしたいね。あ、いいっすね、ここの。タコパとか鍋食いながら、なんか放送。ニコ生さん的にありっすか。ニコ生さん的に、ありっすね。鉄板奉行出るよ。コウダイ、コウダイさばいてって言うんですかね。コウダイさばいて焼き。あ、じゃあ、あの。さばいて、さばくのあれ。料理担当。コウダイさんの肉をさばくってことじゃないの。俺の肉をさばく。いいサムギョプサルだな。いや、絶対食べない俺は。エゴマで食べない。俺も食べないです。エゴマで。てか、でもボーダーはないしね、膨張するからね。そうなんですよ。ダメじゃない。ボーダーはね、翼おしゃれっていう。お勢いや、バサチャレンジ。そこまで見たくないかな。馬並みなのねって。あなたとってもそっち芸界ね、デカマラ。あ、デカマラ。なるほど。デカバラ股間のビッグウィング。やめろ。股間のビッグウィング。あつ森じゃない、あつ森じゃないよ、ほんとに。おおすごい、すごい、すごい、あつ森が出る。これニコ生とリオのコラボレーション。コラボですね。これ多分絶対他に出ない。すごいな。いや、俺らしかないです。あつ森すごいですね。フリートークで出ることは絶対リオが。じゃあ締めのあつ森だっけ、最後だって。知らない、最後、あつ森みたいな。あつ森いろいろありますもんね、あつ森。さあさあ、2、2、1、せーの、あつ森。おお、すげえ。俺もやりたい、俺もやりたい。やりたがりやねんから。どの辺え、あつ森、その辺ひやもりその辺、その辺。いきますよ、あつ森っつって。せーのください。せーの、あつ森。おお、楽しいっすよ。完璧自己満やね。あの、楽しいだけやからね。見てる側からしたら誰こいつと思うやろ。ちょっと、そのぐらいでいいじゃないですか。そのぐらいでいいっすよ。おおって。そのぐらいでいいじゃないですか。なんか、コウダイが一番だから。ユウさんの集まりは見たい。あ、ずるずる、これユウさんの集まりで最後締めます。ユウさんの集まりそこで締めますか。いや、まあね。ちゃんと場所。場所はね、陣の顔らへんやけどね、こっちらへんね。めちゃくちゃ移動しないといけんよ、俺。こっちあつ森でだ。あつ森出るよ、主任の。よー、主任のあつ森が出るよ。主任のあつ森行こう。まあね、映ってる映ってる映ってる。逆行っただけ。今日もね、クラブリオン寝かさないと見てくれてありがとうございます。毎週、あ、じゃあ早い。早いな、早いな、あつ森ポーズで。すごい、素晴らしい、面白い。毎週みんなで行きますか。なんで言うとかやるぜ、みんなで。まあね、毎週ね、こうやってコメントをしてくれてる姫たちね、めちゃくちゃ感謝だし、一旦せーの、あつ森。よいしょ。最後だけ閉まったっすね。見てくれてありがとう、あつ森。まあね、あと2週間後も僕ら出るんでね、ぜひ見てください。今週はメカさんライト特盛りでした。